アルゼンチン代表に招集されていたマスチェラーノが、火曜日のナイジェリア代表戦で負傷した。右足ハムストリングの肉離れで全治4週間の離脱と診断されている。バルベルデに残されたセンターバックは、ジェラール・ピケ、サミュエ、ルユムティティ、トーマス・フェルメーレンの3人だけになった。ピケとユムティティはリーガの累積警告があと1枚という状況である。土曜日のレガネス戦でどちらかがイエローカードを受けてしまうと、その次に行わ、デル・バレンシアとの大一番には、フェルメーレンを起用せざるを得なくなる。今シーズンのフェルメーレンは、国王杯のレアル・ムルシア戦以外では、今回の代表戦で2試合を戦っただけだ。選手起用について頭が痛いバルベルデは、もしかするとレガネス戦でフェルメーレンを起用するかもしれない。それ以外では、バルサ B からダビド・コスタを招集するという案もあるが、どのような対策を取るかに注目が集まる。